こんにちは、宮沢優です。今日はですね、教師のためのモーニングルーティンっていうね、そのテーマでやっていきたいと思います。2学期始まってそろそろね、1ヶ月2ヶ月経ちますけれども、どうですか皆さん、そろそろ息切れが始まってる先生もいるんじゃないですか。ちょっと肌寒くなってきてね、朝布団からこう起き上がるのが辛いみたいなね、そんな先生おられると思うんですけれども、やっぱり朝準備万端で子どもたちを迎えるっていうのは大事ですよ。そこでね、もう朝のこのルーティンをきちんと決めてしまいましょう。今日はその教師のためのモーニングルーティンということで、実際に宮沢が教師時代に行っていた朝のルーティンをご紹介させていただきたいと思っております。今日最後までご視聴いただければですね、皆さんのモーニングルーティンの確立の何かしらのヒントがつかめるかもしれません。よければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優一教育研究所。さあ、本題の方いきましょう。まず結論です。朝は準備万端で子供を迎えましょう。なぜなら心にゆとりが生まれるからですね。で、ゆとりが生まれると笑顔になるんですね。で、笑顔になると学級が明るくなってくる、学級がうまく回ってくるっていうことなんですね。それじゃあいきましょう。まずじゃん、こちら始業120分前出勤ということで、もうだいぶ最初からちょっと早いんだけども、この時点でちょっと停止ボタンを相当する人がいるかもしれないけど、ちょっと待ってくださいね。時間じゃなくて内容に良ければ参考になる部分があるかもしれないので、ちょっと停止ボタン待ってくださいね。その後こちら115分前っていうことですね。職員室準備に入ります。これそんな一担任がそんなすることかなんていうふうに思うかもしれないけども、まあ誰がやったっていいじゃないですか。誰がやったっていいから僕がやったって構わないということで、まあ宮沢がやっていたっていうことです。で、具体的に何をしていたかっていうと、こちら電気、換気、郵便物、お湯、ストーブ昨晩遅い人っていうねことです。電気は当然職員室暗かったりするんで、こうパチッとね電気をつけなきゃいけないし、換気ね、朝のこう気持ちのいい空気をこう入れ替えるわけですね。で、郵便物ね、あの学校のそのポストとかにいろんな郵便物が届いてるので、それをあっさり取って、新聞をね、このあの職員室のなんかでっかい机とかにドンと置いたりとかさ、いろんな A 先生、 B 先生、 C 先生行きのねこう郵便物を各先生の机に置いて回ったりするわけですね。で、あとお湯ね、みんなこう出勤してきたら紅茶とかコーヒーとか飲むじゃないですか。その時のあのだいたいポットなんかが昨晩のままになっていたりするんで、お湯をこう入れ替えるわけですね。もう新しい水入れて満パンにして、こうあのピッとこうコンセント入れてね、あの温めておくわけですね。だいたいこの時にね、昨晩の様子がわかるわけです。昨晩だいたいこう遅くまで仕事をしていた人がいた場合ね、ポットのお湯がねまだねぬるい、温まってるっていう状況があるんですね。で、そのポットを開けた瞬間に、ああ昨日結構苦しい思いして働いてた先生いるんだなーっていうのがねピンとわかるわけですね。で、そのままの流れで日誌を見ると、最後お退勤した先生の名前とその時間が書いてあるから、一応それチェックするわけね。僕ね、そんな別にチェックする必要もないんだよ、その管理職でもないしね。でも気になるからね、チェックするんでね。そうすると、例えば鈴木先生24時30分と書いてある、日付変わってんじゃんこれみたいなね、情報収集になるわけですよね。大丈夫かなみたいな感じでね。で、その後何をするかっていうと、105分前ね、新聞に目を通します。どんなことがあるのかなとかっていうのをね、こっちを見ていったりします。もう一個ね、その新聞を読む目的があって、その事故をね、自分のその勤めている学校の子どもたちが何らかの形で新聞に載ってることがあるんだよね。例えば書写の何とか賞を取りましたとか、これ担任結構知らなかったりするんだよね。すぐ付箋ピッと貼ってね、その担任の先生にもね教えてあげたりなんてっていうことをしていました。だから新聞さーっと目を通します。でもそんな熟読しませんよ、さーっとこう見ていくっていう感じです。で、自分の机の整理ですね。翌日僕が帰った退勤した後にですね、結構こうプリントが置かれたりとかですね、結構いろんなごちゃごちゃしてるんで、それ嫌なんですよね。だからきちんといらないものはこうバーッと捨てているものはファイリングしたりなんかして、机上をこうさーっとね片付けます。で、始業92分前、トゥードゥーリスト確認ということで、今日自分が一体何をすべきなのか、何をしなきゃいけないのかっていうののトゥードゥーリストを作りますね、確認しますね。まあさっとですね、そんなたくさんあるわけじゃないんでね。で、これは僕はいつもね、あの持っていた手帳ね、あのスケジュール帳に今日すべきことっていうのをバーッと書き出して、今日一日これをやんなきゃいけないんだなっていうことを確認していましたね。トゥードゥーリストの確認ということです。で、注意なんだけども、ここまでで同僚が少ないことが大事なんだよね。特にこのトゥードゥーリスト書くっていうのは、手足を動かす作業じゃなくて頭使いたいんだよね。今日何なんだろう、何をしなきゃいけないんだろうなっていう、こう内省というか、自分で自分とこう対話したいっていう時間があるんで、その時にいっぱい物音があったりとかですね、すごく喋りかけられたりとかですね、そういうことをするとちょっと気が散るんだよね、僕ね。で、トゥードゥーリストが確認できたらですね、雑務と授業準備をします。雑務っていうのはメール返信とかね、公務文書でやんなきゃいけないこう仕事パパとかね、やったりとか、あと授業準備ですね。授業準備をさーっとこうやっていきますね。その後教材準備が終わったらですね、廊下歩行ということで、まあ教室に向かうということですね。この教室に向かう廊下歩行も僕大事にしてて、ただ漠然とね、ぼーっと歩くっていう時間はにはしませんでした。結構ね、行く
く道をね、こっちから A のルートとか B のルートとか C のルートとかってね、変えていってましたね。それ、学校の様子をチェックしていくっていう意味もあるし、いろんなね、その窓があるじゃないですか。それをね、換気して回っていくんですね。当然その後教頭先生が出勤して、学校中の窓の換気とか、いろいろチェックとか、施設の点検を教頭先生がするんだけれども、まあちょっとでもね、教頭先生の手が空いた方がいいじゃないですか。で、始業55分前、いよいよね、こう60分切ってきましたけれども、教室準備をしていきます。電気、換気、黒板準備、丸付け準備、オルゴールスタートということで、電気はね、まあもちろん電気パチッとね、つけるわけですけども、その後換気ね、しますね。空気入れ替えてね。で、黒板準備、黒板が汚れてることがあるので、綺麗にこうして、で、4文字ね、おはようっていうふうに書いてましたね。あんまりね、こう、何々をしましょう、何々をしましょう、何々もしましょうとかね、こう、事務連絡っていうのはあんまり多くやりませんでしたね。で、丸付け準備っていうことでね、僕すごい丸付け気合入れてやるんですね。朝ね、できるだけ朝を終わらしたいんですよね。漢字とか計算ドリルとか日記とか音読とか、まあいろいろありましたけれども、その丸付けの準備をバーッとね、整えていくわけですね。赤ペンとかね、青ペンとか付箋とかシールとかね、そういうのをちゃんと整えていくわけですね。で、準備が整ったらオルゴールスタートということで、子供が一人目ね、こう登校してくる、その子供に対して温かい空気でね、迎えてあげたいということで、オルゴールね、美しいこう柔らかい音楽、こんな感じ、こんな感じの音楽を教室ね、流してあげてたっていうことですね。これで準備万端とは言わずにですね、まだちょっとやることがあるんですね。隣の学級ちょっと準備っていうことでね、隣のクラスの先生のね、教室もちょっと準備しといてあげるわけですね。まあクラスのね、その先生によってもですけどもね、ちょっと朝のね、出勤がこう遅いっていう先生も中にはいたりします。ご家庭の事情とかね、体調の事情とかね、僕早く来いなんてね、言うのは、そんなこと言いませんよ。言いませんけれども、子供が一人目来た時にどんよりしてたり、暗い教室だったらかわいそうじゃないですか。だからちょっと失礼しますって入って、誰もいないんだけどもね、誰もいないんだけど入って、電気1個だけピッとねつけて、そして窓ねちょっとこう開けていって、明るくって気持ちのいい空気だけしていた。他は何もいじらないんだけどね、それをやっていたっていうことですね。冬場はねストーブつけてあげたりもしましたね。そんな形で同じ学年の教室だけこうちょっと作り上げていたっていうことはしていました。で、いよいよですね、始業40分前っていうことで、子供たちがねポロポロ登校していきます。この子供が登校する時間っていうのは、その学校によって、あるいは地域差があるんでね、これね。例えば僕、京都市で働いてた時なんか、8時から登校してくる子供がいたかな。僕が勤務してた京都市のね、学校はね。で、長野県の場合はですね、早いんだよね、これね。僕が働いてた、勤めてた学校は7時、何分なの？忘れたけどね、7時20分ぐらいかな。早くないですか？ 7 時半ぐらいに来て、で、8時20分に修行っていうことで、その1人目と最後の子供が来るまで、かなりこう、間があったっていうことなんですね。僕はその1人目の子供をやっぱりこう、迎えてあげたいなって気持ちが強かったんでしょ、早えよって思いながらいたっていうことですね、その教室にね。で、1人目の子供たちが子供がこう来てから、鬼の丸付けが始まるわけですね。ガーッと丸付けをしていくわけですね。早ければいいってもんじゃない、速度と精度が大事ですね。徹底的に丸をする、徹底的に×をするってね、これをしっかりやっていました。これがね、その後のね、学級経営につながってくるんですね。学習規律が整うのか乱れていくのかっていうのが、この朝の丸付けに結構ねかかっていたりするので、ここは毅然とした態度でね、鬼の丸付け宮沢していました。そしていよいよ修行ということですね。この時にはもうほとんど丸付け終わってますね。いかがだったでしょうか。これが宮沢が現役教師時代にですね、働いていた時のモーニングルーティンということで、紹介させていただきましたけれども、皆さんにね、何かこうお役に立てることはあったでしょうか。お気づきの方はおられるかもしれませんけれども、僕退勤早かったんだけども、その分出勤がね早かったんだよね。ただこれね、じゃあね、多忙な感じがするかって言ったらそうじゃなくて、朝早いとこう心も体もこうリラックスして、気持ちいいね、こう目がパッチリ開いてる状態で仕事をすることができるので、多忙だったかもしれないけど、多忙感はないんでね。この多忙と多忙感って違うじゃないですか。で、今日のまとめなんだけれども、朝はね、準備万端で子供を迎えましょうなんてね、そんなお話でしてきましたけれども、これ騙されたと思ってね、ちょっと一回やってみてください。こんな早くね、ちょっと動くの無理だわっていう人もいるかもしれないけども、一回やってみてください。すごいから、心と体のこのゆとり、で胸張れるんだよね。なんかもう準備が完璧に整った状態で学校にいられる、学年にいられる、教室にいられるっていう、このね、この胸を張った感じ、自然とこうね、ピンとこうね、背筋が立って笑顔になって、なんかね、自信が出てくるんだよね。もちろんできない日もありましたよ。ちょっと寝坊しちゃったりとか、ちょっと行きたくねえなみたいなね、朝家でうだうだしてるとかね、そういう時もあったりしました。それはね、体調に合わせてっていうことなんだけれども、一回良ければね、試してみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今日はですね、教師のためのモーニングルーティンっていうね、そのテーマでお話をさせていただきました。この動画がですね、
ね、面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたら、ぜひいいねとかコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。またチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所を目指せ10万人ということでね、頑張ってやっていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後宣伝させてください。宮沢優衣教育研究所なんですけども、研究所メンバーシップというものを行っております。月に10本ほどプレミアムな学級経営に関する動画を配信させていただいております。もう一歩深く学級経営に関する勉強をしたいよって思う方はぜひこちら覗いてみてください。また11月にウェビナー開催させていただきたいと思っております。テーマ、本日初めて発表いたしますよ。速度と精度が尋常じゃない鬼の丸付けということでね、今日紹介させていただいたこの丸付けに関してですね、宮沢がどういう速度でどういう精度で丸付けをしていたのかっていうのを詳しく皆さんにお伝えしたいと思います。で、当然ですね、4月の丸付けと3月の丸付けっていうのは違うんですね。少しずつ少しずつ子供たちをこう成長させていく、楽器を成熟させていくための4月と3月で丸付けの基準っていうのは変えてるんですね。この辺はやっぱりこう担任のね、さじ加減っていうところなんだけども、ちょっとさじ加減で曖昧ですよね。この曖昧な部分をきちんと言語化して皆さんにお届けしたいと思います。よければね、気になったら覗いてみてください。さあ、最後の最後、一人ですね、コメント紹介して終わりたいと思います。かなえさんということでね、先月は研究授業に成績処理にワクチン副反応に娘の入院に親戚の不幸にと怒涛すぎて先生の動画をほとんど拝見できませんでした。やっと今月になり、先月見れなかった分をどんどん見ることができています。やっぱり先生の動画モチベーション上がります。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いろいろあってね、大変でしたね、かなえさんね。怒涛の毎日だったと思いますけれどもね、ちょっとゆっくりできてるのかな。 あんまりこう無理せずにね、やっていってくださいね。動画1個ね、ちょっと言いたいことがあるんだけども、先生の動画ほとんど拝見できませんでした。やっぱり先生の動画もモチベーション上がります。いや、僕ね、先生じゃないんです。やっぱりみんなこう先生ってつけてくれるんですよね。宮沢先生とか優衣先生とかっていうのね、退職したての頃はね、先生って呼ばないでとかって言ってたんだけれども、なんかね、もう最近こう先生って呼ばれるのをもう否定するのも疲れてきて、もういいや、もう先生でいいやみたいな感じでね、思ってきたんだけども、正確に言ったら宮沢先生じゃなくてね、宮沢は宮沢でございます。優衣は優衣でございますからね、優衣さんとか優衣くんとか優衣ちゃんとかね、適当にこう呼んでいただいたらいいな。もちろん先生って呼びたければ先生でもいいけど、僕は先生じゃありません。ただのね、 YouTuber でございますからね、そこんとこよろしくお願いしますってね、そんな話でございました。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。